奇妙なドア。新しい家はベランダが広く、中も西洋の雰囲気を醸し出している、とても良い家でした。ただ一つ、僕の部屋にある奇妙な扉を覗いては、ね。僕の部屋のクローゼットのドアを開けて、さらにその奥に小さいドアがあるんです。例えば電子レンジとか、旅館にある金庫あたりの小さいドアです。取っ手の部分はザラザラに錆びていて、握っただけで手に錆がこびりつく。気味が悪くて、僕は開ける気にもなりませんでした。父が気になると張り切って開けようともしましたが、長い間、誰も住んでいなかった家だったので、扉が歪んでしまっていたり、錆のせいで腐食していたりして、どうしても開きませんでした。それでも、業者を呼んで開けてもらう、と父は張り切っていました。僕はそんな気味の悪い扉、開けなくてもいい。と思う反面、中に何が入っているのかわからない扉がある部屋で過ごさなければいけない。僕の心は不安でいっぱいでした。引っ越してきて2日が経ったでしょうか。ついに父が、明日、業者が来る。もしかしたら、宝石でも入っているかもな、とニヤニヤした顔で僕に注げてきました。明日になればこの不安も消える、そう考えて僕はベッドに潜りました。気味が悪いので、ベッドは部屋の隅に移動して、クローゼットから一番離れた位置にしていました。もしも寝ている時に物音でも聞こえたら、嫌ですからね。眠りについてどれぐらいしたでしょうか。太目が覚めたんです。夜中に、時計を見ると午前3時半。物音、一つしない薄暗い電球の下、一人きり。さすがに僕は恐怖心には勝てず、ぶら下がった電気の線を引きます。カチカチあっさりと電気はついて、明るい部屋が映し出されました。あ、僕は背筋が凍りつくかと思いました。クローゼットが開いているんです。閉めたはずなのに。電灯に照らされたクローゼットの中に、あの錆びたドアがぼんやりと浮かんでいます。怖くて怖くて、僕は慌ててクローゼットを閉めようと扉に飛びつきました。その時です。カリカリ、カリカリ、カリ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 。扉の内側からドアを引っかく音が聞こえてきたんです。爪で大根おろしのギザギザしたところを引っかくような、そんな痛々しい音でした。何かが、ドアの向こうにいる、引っかく音はだんだん激しくなっていき、ベリッと何かが剥がれる音が聞こえました。お父さん、お母さん、あまりの恐怖に、クローゼットの扉から手を離せないでいる僕は、その場で叫びます。けど、どれだけ待ってもどれだけ叫んでも、誰も来ないんです。まるで扉に声が吸い込まれているみたいに。キャリ、キャリ、ガチャ。扉からの音が変わりました。ノブを回してるんだ。大丈夫、大丈夫。あのドアは開くはずがないんだ。開くはずが、ガチャガチャ、ガチャガチャ。ノブが何度も回って、僕はそれを見守ることしかできませんでした。やがて音はさらに不気味に大きさを増していきます。まるでドアに体当たりしているような、ギシギシと扉がきしむのがわかりました。キッキッ、キッキッ。僕は目を疑いました。あれだけ父が力を込めても開かなかった扉が、少しずつ錆を落としながら開こうとしているのです。僕は情けない声を上げて、クローゼットのドアを閉めました。本当なら中の扉を閉めようとするべきでしたが、それは怖くてできません。閉めた扉の向こうから、キッキッキッと音がしばらく続き、バーン、扉が開いた音でした。何かがあの小さな扉から出てくる、ゴキゴキと関節が鳴る音が聞こえました。ああ、この世のものとは思えない声がクローゼットのドアをビリビリと震わせます。寒気で体重の血が凍りつきます。お父さん、お父さん、僕は泣きながら必死で扉を掴んで、それが出てこないように叫びます。ギシ、ギシ、
ついに中の何かがクローゼットの扉をつかみました。同時にものすごい力で扉を開けようと押してくるのです。キッ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 。じゃあ少し開いた扉の上の方から真っ青になった血の気のない腕が飛び出し、バタバタと水を得た魚のように暴れる。それに僕は絶叫しました。さらに足元から顔のようなものが這い出してきた時、上から手、下から頭、こんな人間いるはずない、そう思いながら僕は気を失いました。